久保さん、今回目にしましょうか、目。まあ、どんな目を持っているかっていうね、目。目です。まあ、僕はビジネスをやる上で大事だなと思ってるのが、まあ、いろんなビジネスをみんな見るじゃないですか。でも僕が思うのが、生き残るビジネスですね。生き残れるし、時代に対応できるビジネス。生き残れる時代に対応できるビジネス。これが、 僕はやるべきことかなと。で、それが何かっていうと、情報ビジネス。情報ビジネスっていうのは、情報は、時代が変われば情報を変化、変、変動できる。で、プラス、その、えー、なんだ、えー、あらりが高い。初期費用はかからない。まあ、特に YouTube なんか初期費用、ランニングコストかかんないですから。まあ、あこれはもう最強だなと思いますね。だから、久保さんがその FX で仮に勝てなかったとしても、FX を解説するスキル、 要は解説するスキルだったりとか、それが検索キーワードが流動してくるとかね。まあ、結局そのお金になる、一つの種線になると。だから FX で稼げなくても FX で稼げるっていうね。これがね、情報ビジネスのね、真髄かなと。例えば、ま、あ僕がね、あの、これ面白いなと思ってるのが、FX のデモトレードの情報を公開していくんですよ。で、デモなんですよ。だから FX で一生稼げないんですよ。だけど、デモトレードの情報、 FX のキーワードを使って、これデモですよと。で、かまあ、勝ってんのか負けてんのかど,どうでもいいんだけども、そのでデ,デモでずっと解説していくっていうね。<laughs> 一生 FX で勝てないんだけど、FX のキーワードで検索して、広告収入だったりとかリストが取れるっていうね。で、アフリエイトするとかね。うん。まあ、それで、た多分ね、それで集客して FX のツール売れるでしょうね。多分ね、簡単に。<laughs> 簡単にではないですけど、うん。 だからまあ、なんだろうな。あのーうん、まあ、ビジネスをやる上でどんな目の付けどころまあ、久保さんもね、多分ね、目の付けどころが非常にいいんじゃないかなと。目の付けどころがいいからこそ、この何の意味もない億万長者合宿の動画のやり取りですらできると。でも多くの人はこの目の付けどころがないので、多分このリレーはできないでしょうね。うん。なぜ久保さんができるのか。 なぜ僕ができ続けられるのか、それは目の付けどころが違うと思います。もうやってもセールスしてないし意味ないですよ。だけどなんで続かのかっていう、それは見てるところが違うってことですね。言ってらっしゃい。